原玲子さん。類いまれなる可憐さを持つ女優でした。そしてその生涯は美人薄命という言葉通りでした。享年62歳、孤独な最後だったと言いますが、これだけの女優がどうしてなのか気になったので調べてみました。大原玲子さん、見た感じとても人懐っこそうな感じだったのに、一人ぼっちになった原因は、それはどうも若い頃に発症したあの難病、ギラン・バレー症候群の再発が原因だったとも言われています。その病は末梢神経障害が原因で、急に発症し数日で次第に手足が動かなくなる病気です。1975年に最初の発症をし、1999年11月に再発したのですが、その頃にはもう以前の勝ち気な大原さんではありませんでした。聞いたところによると、大原さんは再発までの間には別の病にも襲われています。乳がんでした。1991年、47歳の時、そして1993年に再発、2度にわたって手術を受けています。焦りみたいなものもあったのかもしれません。再発直前には左目の二重まぶたの整形手術を失敗し、すでに主演が決まっていた映画天城越えを降板する失態を演じ、それにも増して年を重ねるごとに脚本演出へのクレームがエスカレートして、大原さんの周りからはみるみる人も離れていったとも。そしてうつ状態となり、引きこもるようにまるで坂の頂から転げ落ちるがごとく、身も心もボロボロになって、表舞台からも一切姿を消した大原玲子さん。さらに調べてみると、するとその頃の大原玲子さんをよく知る人物の情報を入手。その人とは、亡くなる前まで2度にわたって大原さんと同居までしていた、デビューからのマネージャーだった佐藤佳代子さんという女性。佐藤さんによれば、寂しくとか孤独とかではなかったというのです。一般的に伝え聞く大原さんの噂とは違うものでした。それにはある理由があったのです。亡くなる2年ほど前に大原さんは、佳代さん、私は死ぬ時にはスーッと消えてそのままいなくなりたいと、そんなことをしれっとよく口にするようになったのだとか。だから大原玲子さんはその頃すでに最後が近いことを分かってたのかもしれないというのです。彼女は孤独に追い込まれたのではなく、自らそれを選択していたのではないかとも。どこか私生活では諦めていたかのような大原玲子さんですが、それとは裏腹に女優としては大河史上3番目の高視聴率を叩き出した NHK 大河ドラマ「春日局」以降は、テレビではなく経験の浅い舞台にのめり込むようになっていったそうです。ですが、その意気込みとは逆に、ひょっとするとあの病の影響だったのか、頻繁に怪我や骨折をしていたそうで、佐藤さんが控えるように注意しても、大原さんは舞台には魔力があると言って聞かなかったそうです。これには佐藤さんも呆れるしかなく、最後には離れることにしたそう。しかしそれから10年後、突如大晦日の夜に電話がかかってきたのだとか。佳代さん、私病気になっちゃったと。ギラン・バレー症候群の再発でした。その時の大原さんの声はまるで地の底に沈むようなひどく低い声だったそうです。駆けつけるや、あの勝ち気な大原さんが一緒に住んでくれたら一番いいと何度も何度もすがるように言い続けたのです。よほど辛く苦しかったのでしょう。それからは大原さんが手料理を作って待ってくれたのだとか。
意外にもとは失礼かもしれませんが、料理は上手だったんですね。しかし、またしても、小さなことで喧嘩して同居は解消。そして突如、亡くなる1年ほど前に連絡があり、具合が悪くなったから、夜中に救急車を呼んだの。自宅から徒歩5分くらいの場所を指定し、はって言ったわ。女優だから家がバレたらいけないと思って。と、最後まで女優のプライドを捨てなかったことが、最後の心の砦だったのかもしれません。なんだか、いじらしくて涙出ますね。これが、大原さんからの、生前、最後の連絡だったそう。大原玲子さん。2009年8月3日、不整脈による脳内出血で旅立たれたのです。しかも、3日も経って分かったのだとか。倒れていた場所は、末尾8888の携帯電話まで、あと3メートルと近づいたところでした。家の冷蔵庫を開けると、スイカの切れ端が2個半だけ残っていて、これを見て、普通であれば、寂しさや悲しさを感じますが、佐藤さんは、そうではなく、ああ、玲子さんは天寿を全うしたんだな。ふと、そう感じたそうです。自身の体の限界を悟って、あの時の口癖の、スーッと消えて、そのままいなくなりたいと、まるで消え入るろうそくの明かりのように、だから、他に何も入ってなかったのだ、と思ったそうです。活躍されていた頃の、可憐で華やかなイメージからは、全く想像できない幕引きでした。大原玲子さん。それでも最後まで、唯一、彼女にとって、この人だけは、忘れることができなかったようですね。その人とは、最初の結婚相手の渡瀬恒彦さんです。ドラマ、十津川警部シリーズや、警視庁捜査一課9係でも、主演の大俳優ですが、残念ながら、2017年72歳で、旅立たれました。しかし、大原さんにとって、せめてもの救いとでも言うのか、大好きな渡瀬さんからのオファーで、十津川警部シリーズへの出演が、大原玲子さんの遺作になったことも、感慨深いものがあります。実は、大原玲子さんは、渡瀬さんと離婚後、ワンオクの高さんの父親の、歌手の森進一さんと再婚され、またしても、離婚しています。しかし、そんないきさつがあっても、ずっと、大原さんは、渡瀬さんのことを大好きだったんですね。その証拠に、渡瀬さんが、テレビの画面に映ると、いつも、大原さんは、佐藤さんに、佳代さん、渡瀬さんが出ているわよ、うふふ。と、何とも言えない可愛らしい顔で、嬉しそうに微笑んでいたのだとか、やるせない話ですね。渡瀬さんとの離婚の原因は、最初は格差婚だと言われていましたが、結婚後、渡瀬さんも売れっ子となり、京都での撮影が多くなってきて、大原さんは東京で一人になることが多かったそうです。渡瀬さんの浮気を疑って、1年ほどベッドインを拒否し続けたことも、後に明かされていますが、仕事でのすれ違いだったとはいえ、その苦渋の決断の裏にずっとあった、彼女の純な恋心を、渡瀬さんも分かっていたんですね。渡瀬さんも、大原さんと離婚し、翌年に再婚されていますが、それ以降は、なんと、夫婦ともに、大原さんを支えたと言います。2015年8月2日、大原玲子さんの七回忌法要には、渡瀬さんの姿があったそうですが、その時にはすでに、胆嚢がんで、まさに余命宣告を受ける直前で、相当、体調が悪い中での参列でした。そこで、ふと、渡瀬さんが親しい芸能記者に、別れたとはいえ、僕の妻でしたからね。と、ぽつりと、胸の内を吐露したそうです。これには、深い愛を感じずにいられません。また、こんな話もあって、実は、大原玲子さん、
渡瀬さんと結婚していた時に一度妊娠されていますが、子宮内妊娠だったため泣く泣く諦めていますが、その時の手術で大原さんは渡瀬さんから輸血を受けていて、離婚後のある日、実の弟に渡瀬さんの血が今でも体に流れているから嬉しいのと言っていたのだとか、渡瀬さんへの恋慕の気持ちがとてもじわっときますね。大原玲子さん、こちらでは甘えられなかった分、あちらでは精一杯無理を言ってることでしょう。少し愛して長く愛してと言って困らせてるのでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？大原玲子さん、最後まで自分の思うシナリオ通りだったのでしょうか。そうではなかったにしても、長い孤高の時の中で渡瀬さんへの密かなる愛を貫き通した一人の女としての純な恋心に、彼女のくすぐるような笑顔がダブって、思わず何とも言えない感情が湧いてきます。大原玲子さん、どうぞ安らかに。ではまた次回お会いしましょう。